天馬町駅は名古屋市厚田区天馬2丁目にある名古屋市営地下鉄名城線の駅である。駅番号は M26、厚田神宮正門の最寄り駅。かつて名鉄と小名目線に同名の駅が存在したが、同じ地名を使用しただけで特に関連はない。プラットホーム相対式2面2線のホームを持つ地下駅。隣の神宮西駅と共に、 厚田神宮参拝の多客に対応するため階段や通路は広めに作られている。当駅は、名城線南部駅、つむく金山間区駅が管轄している。2019年度の1日あたり平均乗車人員は7,747人である。普段は JR や名鉄の駅に近いため隣の神宮、西駅と同じく利用者はそれほど、 多くないが、正月の初詣時期は、多くの人で賑わう。天馬町駅周辺厚田神宮正門が近くにあり、2019年には、駅名の解消が検討されたが、現状の駅名で市民に定着しているとして、見送られることになった。しかし2020年8月には再び解消が、検討され、2022年度に厚田神宮天馬町駅に解消されることになった。 最寄り停留所は、厚田天馬町となる。以下の路線が乗り入れ、名古屋市交通局により運行されている。2011年5月2日より、厚田天馬町バス停の追加が行われ、神宮東門行各系統が停車する。また、従来の神宮東門行発着停留所は、厚田天馬町に改称された。ありがとうございます。